ハレンさん、こんにちは。管理者で皆さん、明けましておめでとうございます。はい、今年もね、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回もね、白猫テニスのこのガチャ引いていけたらなと思うんですけど、今回なんとね、2体での登場となっております。これマジでもう1、2年ぶりぐらいじゃない？今年はなんか2体ずつ登場するんかな？まあ、それはわからないんですけども、まあ、とりあえず今回ね、このガチャ引いていけたらなと思います。で、まあ、今回ですね、新しいラケットが追加されていて、まあ、それの入手方法はスタンプ3個目と、あと一応13個目の時にゲットすることができるっていうのと、あとまあ1万円で課金した時にもねついてくるという感じになっておりますので、もしまあ1万円とか課金する方はですね、こちらで買っていただくのが一番お得かなと思います。でまあ2番目にお得なのはこれかな、ギアスタルアンカールーンとかがついているやつ。ただあれなんですよね、エースジェルだけの数で言うんであればシンプルな1万円の方が多くもらえたりはするんで、それはね皆さんのニーズに合わせて選んでくれたらなと思うんですけど、とりあえずまあ1万円以上課金するっていう方、もう1年分をまとめて買おうかなと思ってる方はですね、こちらで買っていただくとラケットもつくのは結構お得かなと思います。でこのラケットの気になる性能ですよね、これの性能がねこんな感じに書いてあるんですけれども、ドカン、はい、めちゃくちゃシンプルです。オートスキル1でスインゲラがプラス 5%、 まあ無難ですよね。でこのギアショットが超新速ロブショットということで、まあ結構早めのやつ打つことができます。まあこれがね、まあ、アルベドの SS になっているんですけど、この子もね同じような感じになっていて、まあこんな感じの速度です。はい、これをロブショットで打ってるのは結構強いし、まあ GS なんでね、普通に GS 何回も回復するキャラクターとかいるじゃないですか。なのでそのキャラとかに持たせるとね、なかなかにやばいかなと思うんですけど、でも1万って高いよね。だってこれスタンプ3個目もさ、エースジェル750個いるわけでしょ。無課金で食べよう思ったらどんだけかかる、めっちゃかかると思うんでね、まあ取れる方も少ないかなと思うんですけど、一応3個目にある。で1個目2個目と5個目の時にね、星5確定のチケットとかもあったりはするから、まあそれもね悪くない点ではあるんじゃないかなと思うけど、1万ってな、まあでも強いは強い、これゲットしとかないとね結構なんか不利な感じになりそうな気もせんでもないんですけど、まあとりあえずね今回ガチャ引いていきたいなと思います。このエルノはやばない、めちゃくちゃかっこいい。個人的には春も超可愛いよ、春も超可愛いんやけど、こっちの方が見た目は僕は好きですね。はい、とりあえずやっていきましょう。まあ、今回上限の70枚貯めてきましたんでね、一体じゃあマジエレノは欲しいけどな、どうなるかですね。さあ今回今年初めての10連ですね、2023年、あもう2023ですか。まあ今年も皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、3体目に星5が入ってきましたと。はい、青色の子入ってきた、はい、シルバーの子入ってきた、ただも上からドン、はい、かぶりました。まあそんなもんですね、白手にってそういうもんなんでね。はい、もうここから昇格はなしで、まあとりあえず10連は終わるという感じになっておりますと。はい、20連目、さあどうなるかな。俺2022年はねガチャ運がバグってたんでね、まあそれが今年も継続されるのか、もう完全に終わってしまうのかっていうのは今回のこのガチャで決まるような気がするんですけども、はい、まあとりあえずまたね星5一体は確定で入っていますと。あれどこにおるん、あーた 5、6個目ぐらいですね。はい、2、3、4、次からドン、はい、アスラですね。この子は新春アスラやったかな、ちょっと忘れたな、まあ、新春のキャラクター、もうだって6年やってますもんね、白猫テニスで。だから結構ね新春のキャラクターも増えてきてはいるんですけれども、はい、とりあえず続いて30連目、いや当たってほしいなマジで。2人ともさ、なんかまあ事前にさ、白猫テニスの公式アプリ、アプリじゃないねコロプラチャンネルからさ、まあちょっとだけ性能が公開されるかなと思うんですけど、それを見た限り結構強そうやったんでね、マジで欲しいんやけど。さあここから次ぐらいかな、次か、はい、アイリス、あ光の王かな、ややこしい名前がなんかちゃうからね、白猫テニスやとね、プロジェクトだとなんか別名みたいな感じで言いますけど。はい、で次40連目から、お、こんなに当たらないのは結構久しぶりなんじゃないか。さあこっから、とりあえずねここ虹ね、ここ虹大事やから、ここ虹だったら星5確定は結構硬いからね、オッケーオッケー。で金の率も結構高めですと。さあどこまでいく、 1、2、3、4、5、6、7、 7個目ですね。はい、2、3、4、5、きた、昇格は持ってないから確定ですよ。うわエレノめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。うわでけえ、え超かっこよくない、うわめっちゃ嬉しいわ。でまた青の方が変わりましたと。はいはいはい、で次何連目ですか、あと30ってことは50連目かな。はい、こっから、まあ、折り返し地点を、まあ、超えた感じになっております。はい、こっからまずね虹来ないね、あワンチャンある、いや分からんねんなこれあでもあ入ってるな、むしろ多いなじゃあんまなんか虹とか信じ方がいいかもしれへんけど、でも一応気分的には上がりますよね。頼む、王が懐かしい、俺この子、俺 YouTuber 始めた頃この子ばっかり使ってたイメージあるわ。
はい、ここでヨナね、結構ね似た見た目似てますよね全然関係あれへんけどね。はい、ここからラス20は、今回からあれですね、今回からというか、まあ少なくとも今回はね2体での登場って感じになっているんで、ガチャチケを結構使い切りそうですね。で、いつやったかな、明日から1月2日か、ごめん、もしかして1月中旬か後半からやったかもせえへんけど、タワーをすることによって2週間でね、あの1500ガチャポイントゲットできるようにね、あのアップデートされましたね。わお、かぶってしまった。だから、あの結構ガチャポのね集める量ってのなんじゃこりゃどうなってんの違う違う、俺はあのできればもう一人違うキャラクターが欲しいんですけどそんなことあるんですか。はい、ラスト10連ドン。ほんで、あのなんか広告でさ、ガチャポイントもらえるやつも今回また延長される感じになったんで、めっちゃガチャポゲットできるんじゃないですかね。今までだいたい 3,40 枚ぐらいしかゲットできなかったんですけど、もしかしたらマジでもう 5,60 枚狙えるレベルでもらえるかなと思うんで、もう結構ガチャ自体は無課金でも引きやすいですよね。マジで白手にはそこがいいところですよ。マジで無課金でもめっちゃ遊べてしまう。だからちょっとね経営が不安なんですけれども、はい、この次ぐらいから虹ドン。どうなってんねんどういうことやねん。俺のところに確率集まりすぎてエレノアの後に確率下がるやろこれほんでもうこの紫のなんか舞妓さんみたいな人も3人出てるしね、どういうちょっと紫っぽい、なんか今回の俺のラッキーキャラ紫なんかな、2023年の分かんないけど、はい、とりあえず今回はですね、片方をゲットすることができた。マジでエレノアは欲しかった。でも春もめっちゃ性能強そうやからね、まあ、結構あれではあるんやけど、よっしゃ結構嬉しいね。で、まあ、さっきも言ってた通りね、お正月なんで結構いろいろなねことがあるんですけど、この2023新春アップデート、まあ、これに関してはね、あの昨日動画出しましたね、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。で、まあ、新春2023キャンペーンということで、まあ、宝船のルーンを集めて豪華報酬をゲットということで、このねキャラプレであったりギアプレとかを交換することができると、あとエンブレムとかもありますね。ちょっと見に行きますか。で、まあ、さっきの宝船のルーンに関してはこの期間限定のところにあるんですけど、まあ、そこにエンブレムのやつがあって、今回このエレノアのエンブレムに関しては、まあ、新ギラがプラス 2%、 そして得点した時に味方全員に1秒間 SS ゲージ同蓄積ということで、まあ、別にそんなに強くはないかな。ただ一応まあ1秒間っていう表記にはなっているんで、まあ僕一応交換して強ければ動画にすると思いますんで、あ、よかったら皆さんチャンネル登録してくれたらなと思います。で、まあ、この宝船のルーンね、1万個貯めるとこの星4キャラプレゼント券交換することができて、5000個やったらギアプレ、あとまあ細々したやつですね、今回の春とエレノアのスタンプがまあ400個ずつでゲットできるっていうものであったりだとか、ラケットシューズスキル解放アシストラケット、さらにはギアスタルアンカールーンとかもゲットすることができるんで、まあこれらが欲しかったらこれら交換するっていう感じですね。あとまあこのね第3弾のこのルーンのやつがね、明日の16時までとなっておりますので、これまだ交換してない方はですね、まあ、急いでね交換していただくっていうのと、あとまあイベント何あるんかな、ありますね、このお年玉プレゼントマッチということで、これタヌキ倒すだけだと思うんですけど、それをするとエンブレムとガチャポイントをゲットすることができるということで、あ、春のエンブレムですね。試合中、まあ、春が応援してくれてスインギラープラス 2%、 そして得点時に味方全員のスタミナが30回復ということで、まあ別に強くはないんやけど、まあ、100ガチャポイントもらえるんでね、まあ、こんなんほんまに5秒は嘘、20秒ぐらいで終わると思いますので、ぜひこちらやっていただけたらなと思います。あと、あ、サバイバルタワーですね。サバイバルタワーは明日の16時までとなっておりますので、こちらも忘れないようにしていただくっていうのと、あと今回新キャラ2体来ましたんでね、ぜひともこれやってください。このねキャラクターを使うだけでですね、合計で今60ガチャポイントもらえるという感じになっておりますんで、このイベントからトレーニングっていうところを押していただいて、キャラトレーニングって押せばですね、まあ、こうやっていっぱい表示されるかなと思うんですけど、そのうちのエレノアとハルをこうやってセットしてね、相手にセットしてるだけでも対象になりますんで、これでずっと試合して、で、まあすぐギブアップしていいですよ。もう試合始まった瞬間にギブアップするだけでこうやって60ガチャポイントもらえるっていう感じになっておりますので、ぜひこちらも忘れないようにしていただけたらなと思います。まあその他のガチャポの集め方については前に動画で話しておりますので、ぜひそちら見ていただけたらなと思うんですけど、まあ今回から結構ねガチャポイントのもらえる感じが変わるみたいなので、またまあ新しくね何か変わったら動画にするとは思うんですけど、今の段階ではマイナス見とけばね間違いないかなと思いますので、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。